間もなく世界は一巡し、新年を迎える。天国、うさぎ年は近い。前回の動画で今年最後と言ったな。あれは嘘だ。ウェルカムバック。レジン系 YouTuber プラバンさんって面白いですと言われて困惑する男、プラバンです。違うぞ、うちはガンプラチャンネルだ。さあ皆さん、去年も一昨年もやり損なった企画総集編をですね、ずっとやりたかったんですが、なんだかんだあって時間がなかったので、今年最後に年末のありきたりな企画総集編をぶっ込んでいきたいと思います。新商品のランキング形式でも良かったと思うんですが、かなりの数になるし、やっぱりうちのメインコンテンツである制作動画の中でランク付けして公開しようと思いました。今年制作できたのは7体ですかね。その中でベスト5を選出し、プラバンで最も頭のおかしい制作ガンプラは一体何なのか、白黒はっきりつけたプラバンランキングをドドーンと発表させていただきたいと思います。それでは一緒にチェックしましょう。No.5、 パーフェクトグレードストライクフリーダム。今年の8月に制作したパーフェクトグレードストライクフリーダムがランクインです。確かこの時期ってマスターグレードエクストリームストライクフリーダムの発表して2、3ヶ月後の話だったと思うんですが、あの商品見本の出来栄えを見せられたら、パーフェクトグレードはもう今作っておかないと多分もう一生作らないだろうなと思って、慌てて押し入れから引っ張り出して、ついに重い腰を上げて制作することを決意しました。古いキットとはいえ、やはり60分の1スケールはいいですね。でかいので所有欲を満たせるというか、コレクター魂をくすぐるあのボリュームはかなり満足度が高いです。古い商品なので、まあディテールが少ないとか言われておりますが、逆を言えばパーツがでかい分だけ塗装が映えるキットでしたね。非常にグラデーションもかけやすくて、パーツによっては7層8層重ねはしたと思うんですが、細かいパーツだったらやっぱり頑張って塗装してもちょっと分かりづらいんですよね、遠目に見ても。ただこれは遠目に見てもはっきりグラデーションの濃淡をバシッと表現してくれる説得力の高い商品でした。やはりあの心配していたウイングの破損をやっぱりやるんかいというのがあ、やっぱりこうなるんだなって。だからみんな発売当時はすごいこの商品は曰く付きのキットだったんですけども、あ、やっぱりそうなんだとみんなが言ってたことは正しかったんだという、羽が折れるという恐怖の事態もバッチリ体験できて、歴史を感じることができました。ストライクフリーダムの特徴的なボディの副装ビーム砲、これも丸ごと取っ払って完全新規造形で作り直したのでバシッと決まっていて、これもなかなか完成状態をチェックすれば良い判断だったと思います。やっぱり本体の羽ですよね。本体より絶対パーツが多いこのウイング、もう本当にクセモノでしたね。とにかく構成パーツが多すぎて重たいので、ポージングもつけづらいし、展開ギミックもせっかく複雑に作ってもらってるんだけれども、とにかく重くて飾りづらいというですね、もう難物でしたねこれは。とにかくでもやっぱりとは言うものの、つぐみのレビュー動画の時でもお伝えしましたが、このヘッドパーツはパーフェクト、現行の今出回ってる立体物の中で一番かっこいいですね、このストライクフリーダムのヘッドパーツ。文句のつけようがありません。100点満点のヘッドパーツ、しかもライトアップギミック付き、たまらないですね。やっぱストフリ好きの人はコレクターズアイテムとしてみんな一つは押さえてるアイテムなんでしょうかね。というわけで第5位はストライクフリーダムでした。父さんこれついてないよ、リモコーン。No.4、 自動変形ユニコーンガンダムバストアップモデル。自動変形の組み立て式ギリギリガンプラでパーフェクトグレードをはるかにしのぐ定価5万5千円、一体こんなもん誰が買うんだとツイッターで囁かれておりましたが、ここにおりました。今回のこの自動変形ユニコーンガンダムはですね、その大きさを利用してかなり特殊な金属調の塗装を今回はさせていただきました。何層だったっけな覚えてないんですけど、26だったか24層だったか、かなりめんどくさい、普通の人は絶対にやらないようなかなり特殊な塗装方法をしておりますが、明らかにこの完成状態をご覧いただければ通常のガンプラとの違いをご理解いただけるのではないでしょうか。下地とメイン塗装の間にクリアカラーで透明感の高い中間層を作って、その上に塗料を重ねているので、いい感じにこのクリアでもない通常のカラーでもない
何とも言えない半透明の金属調の塗装に仕上げております。まあ、散々当時の動画で言いましたけど、5万5000円もするのになぜリモコンがついていないのか。今時なんか中華製の安い照明とかでも大体ボタン電池式のちっこいリモコンとか大体ついてるんですけどね、これはついていないと。とは文句を言いながらも、やっぱり全体をしっかり LED で発光して自動で、首だけとはいえ自動で変形するこのユニコーンガンダムはかなりテンションが上がりました。ちゃんと頬のパーツが原作通りくるっと回転して、マスクも上にせり上がって、ブレードアンテナがパッカリ割れる、あのアニメで憧れたユニコーンガンダムの変形を、まあ、頭部だけですけども見事に再現している。このあたりはさすが高額商品と言わざるを得ません。第4位は自動変形ユニコーンガンダムでした。ナンバー3、リアルグレードゴッドガンダム究極明鏡止水バージョン&風雲再起だ。皆様お待たせいたしました。ついにこの今年最強のリアルグレードゴッドガンダムがついにランクインです。今回の RG ゴッドガンダムでは大幅な改造は行わずに塗装にこだわって制作させていただきました。艶消し、光沢、キャンディー塗装、グラデーション、これまでプラ版の制作動画で使ってきたテクニックの全てを集約し、この一体に全てを注いでおります。さらにプレミアムバンダイの風雲再起は待ってられませんでしたからね、もういきなりマスターガンダムを開封して風雲再起だけ使用するというなかなか贅沢な制作を行っております。可動とプロポーション、デザインを全て兼ね備えたまさに究極のゴッドガンダムですよ。 RG は機動武闘伝 G ガンダムが一番ガンダム系で大好きなこの私がひいき目に見なくてもとにかく素晴らしい、自信を持ってもうあらゆるユーザーの方にお勧めできる最高のキットでした。これまでエネルギーマルチプライヤー、胸のパカッと開くところですね、あそこが大きくせり出していて、パーツを差し替えるとかギミックで奥に引っ込ませるようにしないとそもそも腕組みはできなかったんですが、この RG ゴッドガンダムであればそのままの状態で胸板が真っ平らに可動ギミックを仕込んでいるのにもかかわらず胸板がまっすぐ造形されているので本当に自然に腕組みのポージングができます。そして飾り場へポージングの構図が決まるようにあえて若干マッシブなプロポーションにしてあるところも、遊んでみれば遊んでみるほどより長い時間をかけてよく考えられているなと感心するばかりです。そしてさらにこのヘッドパーツももう文句のつけようがありませんね。かつてこれほどパーフェクトなゴッドガンダムのヘッドパーツがあったでしょうか。ひいき目に見なくても素晴らしいですが、ひいき目に見たら100点満点中1000万点でございます。もう本当に最高のゴッドガンダム、テンション上がりまくりですよ。第3位はRG ゴッドガンダム究極明鏡止水バージョンでした。お母さんが言ってました、塗装すれば1つ、レジンに沈めれば2つ手に入るって。ナンバー2、ガンダムエアリアルレジンアートバージョン大失敗出来は悪いですが、その作品のインパクトと個人的な頑張り具合を加味してやっぱりこいつが2位にランクインです。いやー、いろいろポージングやらビットの浮遊アイディアとかこれまでの経験を生かしてさらにブラッシュアップしたモデルにはなったんですけども、おそらく皆さんもうご覧いただいてるでしょう。途中で致命的なミスを犯してしまいまして、このようにシュワシュワな炭酸バージョンになってしまいました。いや、ある意味、夏に見るとスカッと爽快ですね。やっぱりですね、塗料もそうなんですよね、古くなると劣化しちゃうんで、特にクリアカラーとかですね、クリアのトップコートカラーとか黄色くなったりするんで、やっぱりいつ頃買っていつ頃使用するというのはですね、ちゃんと事前にチェックしておくべきでした。これは本当に致命的なミスが目立つ回となってしまいました。ベースに使った HG ガンダムエアリアルはもう文句のつけようがありませんね。 HG の1作目のキットといえば大体ヘッドパーツがブサイクだったり、なんかプロポーションがずんぐりむっくりだったり、これじゃないみたいなのがガンプラといえばあるあるネタだったんですけど、第1弾の立体物の HG でこれほどプロポーションとヘッドパーツも超かっこよくて出来のいい商品を叩き出す水星の魔女シリーズは本当に気合の入り具合が違います。7年ぶりのアニメ化ということでメーカーの意気込みがひしひしと伝わってくる恐るべき商品です。で、3月発売予定から延期になったそうなんですけども、多分4月発売になるであろう100分の1スケールフルメカニクスガンダムエアリアルも期待が持てますね。この時10月の末頃でしたね。これだけ時間をかけて対策を講じて出来栄えもそんなに悪くなかった、あとはレジンのクオリティだけとなったらもう後には引けませんよね。ここでリベンジを誓います。
しかしながら、すでに私はタラソフォビア氏とコンタクトを取り、密約を交わしました。次回の制作動画では、万全の体制を講じるべく、すでに計画は進行中です。再挑戦は2023年と言いましたが、2ヶ月の沈黙を破り、最も頭のおかしい作品を引っ提げて、あいつが帰ってきました。ナンバーワン、マスターグレードエクストリーム、ストライクフリーダム、3D レジンアート、フルバーストバージョン。はい、来たー、皆さん。動画を開く前からやっぱりねと思っていた皆さん、お待たせいたしました。ついにこの作品が堂々1位にランクインです。たっぷり準備と制作期間を設けて、映像的にも作品的にもプラ版史上最高の作品を引っ提げ、満を持して登場です。マスターグレードエクストリームのストフリの制作にはかなり悩みましたね。素晴らしいデザインとディテールは活かしたいけど、レジンは使ってみたい。もちろんかっこいい羽はちゃんと展開させたい。そしたらレジンが超重くなって、そもそも制作できない。そこでふと思い立ちました。鹿の剥製があるじゃないかと。そうだ、あのような壁掛けにするフィギュア、立体物のようなデザインで一面のプレートでガンプラを支えるのであれば、ガンプラ全てを沈める必要がなく、全て沈んでいないので、ボディのディテールもはっきり楽しむことができ、かつ飛び出したかのような躍動感のある制作物ができるし、スタンドを使わずにあらゆるポージングが叶う。もう全てが私の理想にかなった、我ながらナイスなアイデアだと思いましたね。動画もかつてないほど好評で、こんなですね、頭のおかしいガノタが勝手に好きで作ったわけのわからんものをですね、すごいこんなの見たことないとか、あとなんだっけ、動画のクオリティがやばすぎとか、まあ個人的には一番そこが嬉しいんですけど、とても楽しんでいただいているようで、本当にやってよかったなという非常に満足度の高い作品でした。いや、我ながら鹿の剥製作戦はよくひらめいたなと、ナイスなアイディアだったと思います。たっぷり時間と予算をかけて制作した動画そのものも大変好評で、 YouTube ガンプラ界のアバターウェイオブレジンでございますよ。もうこれはもう、今回の教訓はですね、変な意地を張らずに文明の利器に頼るべきだと思いましたね。真空チャンバーが80,000円、ストライクフリーダムが15,600円、レジンが48,000円だったかな、でだいたい150,000円で、さらにここから塗料とかももちろんあるので、ヤスリ代とかカウントしてないものもあるんですけども、15万円以上、まあ、軽く超えてくる制作費ということで、間違いなくですね、今月の収支は赤字にはなるんですけども、まあ、文字通りですね、採算度外視で本当に面白い映像が作れたので、とても満足しております。ぜひですね、来年もこれぐらい頭のおかしくて面白いものをぶっこんでいきたいと思いますので、ぜひ皆さんですね、今後とも YouTube 一頭のおかしいガンプラ専門チャンネル、このプラ版と仲良くしていただければと思います。それでは今度こそ来年の動画でお会いしましょう。ハッピーニューイヤー、またね。